中央スオミ県ビータサーリで釣りをしているアホアホの記念切手ユハニアホ。ユハニアホはフィンランド、ラピンラハティ出身の小説家、ジャーナリスト。フィンランドにおける写実主義黎明期を代表する小説家で、業績はフィンランド文学史上得意である。牧師の子で、フィンランドの小説家、劇作家であるアレクシス・キビの影響を受け、1884年に、鉄道が開通した時の農民をリアリズムに表現した処女作、鉄道を表した。1885年、ノルウェーの舞台監督、詩人、劇作家であるヘンリック・イプセン風で上流階級を批判した作品、牧師の娘を表す。1890年にフランスの作家、詩人、劇作家であるギ・ド・モーパッサン、同様にフランスの小説家であるアルフォンス・ドーデの影響を受け、自然主義風に書かれた小説、一人を表し、1893年には牧師の妻を表した後に、新ロマン主義に移った。1891年よりアホが亡くなる1921年まで、後のフィンランド文学に影響を与えた全8巻からなるエッセイ集、商品を表す。1911年には三角関係を描いた白い花びらを表し、1999年にフィンランドの映画監督であるアキ・カウリスマキにより映画化された。アホはフライフィッシングを好み、1939年にノーベル文学賞を受賞したフィンランドの作家であるフランス・エーミル・シランペイとヘルシンキで交流もあった。1921年8月8日、ヘルシンキで亡くなる。ABC アホとは引くことバンク。2013年1月29日、閲覧。高橋静雄。アホ。日本大百科全書。2019年6月2日閲覧。ありがとうございます。